鹿島城は、茨城県鹿島市城山一丁目にあった、中世の日本の城郭である。日立兵士の鹿島美明が平安末期に築いた城である。それ以降鹿島市の居城となった。本丸の跡地は現在、鹿島城山公園として、市民の憩いの場になっている。二の丸跡地は、茨城県立鹿島高等学校、附属中学校が立地している。 水記以来、改修や拡大を続けてきたが、特に知られるのは、鹿島気味気による大改修と言われる。かつて、鹿島城の縄張りの東端は、現在の鹿島神宮2の鳥居のあたりまでであったという。現在実質的な鹿島神宮の表参道である大町通りは、王子の鹿島城内であり、中世においてはここで、やぶさめが行われていたという。天正年間に、 北地兵士の国人漁師たちが、佐竹氏に虐殺された、いわゆる南方33巻の暴殺後に、佐竹氏は鹿島城に兵を差し向け、これを落城させた。佐竹氏は鹿島城の跡地に陣屋を築いたという。徳川幕府が成立すると、佐竹氏は国替えになり、元の鹿島氏が再興した。現在の国道51号線と茨城県道18号。 茨城鹿島線が交わる鹿島小学校前の交差点の付近に鹿島城の大手門があったと伝わっている。実に国道51号線は大船津から鹿島神宮に至る道があったのでこれを圧迫する作用もあり、51号線を通す際に空堀を埋めて道路を作った。また県道18号線の鹿島城の縄張り内を通る部分には鹿島城の堀があったというが、 江戸時代に入って平和の時代には不要として埋められた。現在の鹿島城は本丸跡の鹿島城山公園に若干の遺構を残すのみである。大部分の遺構は様々な事象や理由によって破壊されてしまった。ありがとうございます。